こんにちは、勝俣博物館です。はい、今日はちょっと、もう、なんでしょう、なんていうの？商品紹介？レビュー？とか、返信動画とか、歌とか、ちょっとなし、抜きにして、喋ります。なんでかっていうと、疲れてます。もう非常にね、ちょっと、充実しすぎてで、いい感じに疲れてますね。まあ、それで、まず一つちょっと驚いたこと。はい。最近ね、パワーレンジャーハマってて、やっぱ大レンジャーと、大レンジャーのこれ、オーラチェンジャーというやつなんですけども、当時品です。キバレンジャーのオーラチェンジャーなんですけど、これ、電池なんねえなーと思ってたら、裏のこの電池蓋開けたら、まさかの、単語。単語って分かります？知ってます？皆さん。普通はね、まあ、これが単4。そしてこれが単3。はい、単4、単3。そしてこの下が単語と。おうおう。単語と。単語なんてあるんですよ。で、オーラチェンジャーといえば、まあ20年前なんで、約20年前なんで、びっくりしました。単語かと。で、あったんでよかったです。ちょうど。単語。これです。指で隠れてる。単語。はい。すごいですよね。あるんですよ、今でも。びっくりしました。いや、単語かと。で、電池入れて、気力転身、オーラチェンジャーってやったら、チラチラ光ります。ただ、このもう一方の片方の手の、こっちの部分がどっか行っちゃったみたいで、ちょっとは探さないとないですね。はい。と、まあね、単語が久しぶりに見て驚いたよと。いう話と、あと、まあね、僕ちょっと今、暑くて腕まくりしてるのもあるんですけど、別にね、こう筋肉隆々だから見せたいとか、そういうわけじゃない。別に筋肉隆々でも何でもないし、別にそういうわけじゃないんですけど、ね、あれです。ちょっとね、見えてると思いますが、この湿布なんぞやと。ちょっとこの湿布はね、もうちょっと結構前から貼ってるんですけど、湿布なんぞやと。変身しすぎました。仮面ライダー龍騎の全13ライダーの変身シーンをね、ようやく、最近本当にちょっと涼しかったので、ようやくね、撮影できまして、変身シーンというものを。で、やっぱ13ライダー撮るのには相当時間かかりまして、全部で3時間半ぐらい撮影だけです。で、まあ、それも友人にね、途中まで手伝ってもらって、3時間半。一人でやったら1時間半かかりましたからね。4人のライダーやるのに。びっくりしました。で、やっぱ、こっちの腕をやたらこう動かしたりいろいろやるんですよ。かなり来ましたね。まあ、他のことでもね、結構筋肉使ってたりするので、ちょっと重なったかなって気がするんですけど、やっぱ変身ポーズやるのにも筋肉痛になるんですね。やっぱ普段からちょっと軽く鍛えとかないとダメですね。ということで、8000人にね、ツイッターの方とかググタスの方ではちょっと言ったんですけども、チャンネル登録者数が8000人超えたら、記念ということで、一応、こう、肩書きとして公開したいと思います。それまではね、普通に今まで通り、なんかちょっとあるものを、ポツポツ喋りながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回のね、本当、龍騎の13ライダーはかなり、頑張りました。本当に結構自信作です。これでなんか期待外れだったら普通にやっぱバットを押してください。僕は本当にちょっと自負してます、結構。コンセレなので、一発入れは、ここだけの話なんですけど、デルタじゃない。ベルデができちゃいました。黒田アーサー氏みたいにできるかなと思って、なんてやって、変身なんてやったら、本当にできちゃって、もう、その、変身し終わった顔が、みたいな顔してるんで、もしよかったら、ご覧ください。楽しみにね、待っててください。本当にできちゃったんです。で、他のは、やっぱりこう、傷ついちゃうのでミスると、結構やっぱ嫌なので、それは。デラックス版だったらね、まだちょっとなんとか、うーんって感じなんですけど、デラックス版も嫌ですけど、でもね、やっぱ、コンセル結構、滑りもあんまり良くないので、あれなんですよね。カット割りしました。今回カット割りしました。前回の龍騎の変身シーンと同じでカット割りして、あと、
音声の方もね、ちょっとボイスメモで録音したやつをちょっとポチッと貼ったりとか、いろいろ手を加えました。結構本当に編集してますので、ご期待ください。普通の NG もかなり面白いです。NG もかなり面白くなってます。すごくね、友達と大爆笑して撮れましたので。やっぱ一人でやってるとね、あんまり NG って面白いの出てこないんですよ。友達といると出ちゃうんですよね。やっぱりそういうのってありますよね。大事ですよね。ということで、まあ、あとね、撮影秘話ということか、リュウキの変身シーンをね、こう、何度も何度もこう、見てて、動画でね、こう、見てて、聞いて覚えてて、ね、今回はちゃんと見て、ちゃんともう、忠実に再現しようと思って、見て、やってたら、もうほんとミラーモンスターの音が、こう動画見てない時でも、鳴ってるように聞こえちゃうんですよ。あれ？今、キーンって鳴ってるって。どっかにミラーモンスターいるって感じになっちゃってて、それもちょっと病気みたいな感じですよね。一種の 変身病ってやつですか？ もうほんと、焦りましたね。そうなった時にはね。はい。まあ、なんてこともありました。でもそういうのはね、まあ、結構逐一ね、ツイッターとか、グーグタスの方で、ちょっとポコポコつぶやいたりしますので、気になった方は、ご覧、フォローとかしていただいてご覧ください。ということでね、もうあと200人ぐらいで8000人超えますので、本当に皆さん、これからも長々よろしくお願いしますということで。暑い中、皆さんもお疲れ様です、本当に。僕もお疲れ様。自分もお疲れ。みんなもお疲れ。お疲れ。ドライブ風に言うとお疲れ。はい。ということで今日はそんな感じで終わりにしたいと思います。それでは、また明日。